こんにちは、クリムです。今日はですね、こういう感じで、ちょっとデスクの撮影環境もアップデートしまして、ちょっと簡単にご紹介したいと思います。ちょっともう今、深夜の2時過ぎになってしまったので、ちょっと、しんどいんですけども、ちょっとカメラの位置を変えまして、で、ライカの SL2S にアポゾミックの 28mm なんですけど、この辺にマイクを置いてあったんですけど、まあ、ここ、ちょっと左寄りにしまして、そうすることで、この辺が見えなくなったんですけど、で、なんとなく、この辺を片付けたくて、まあ、マイクとか、いろんな細々した機材がごちゃってなってたんですけども、それを一気にどけてみました。で、まあ、この辺の本のあたりも、本の前にね、障害物みたいに置いてたものをちょっとどけて、スッキリさせたんですけども、うん。まあ、こういう方向で行こうかなと思っています。で、まあ、チャンネルストリップも LA60 と知るほどチャンネルもこっちに移動して、まあ、とりあえず今日は電源つけてるだけなんですけど、うん。まあ、ここで運用していこうかなって今考えてるんですけど、まあ、ただ、モニターがこっちにあるので、まあ、その、向いてる方向に、操作があった方が、まあ、やりやすいはやりやすいんですけど、ちょっとそこは考えどころですかね。まあ、なんか、レイアウト的に、見た目的にはここに置いときたいなっていう感じはするんですけど、ちょっと配線も含めて、今日は電源つけてるだけなので、うん、ちょっと検討したらいいかなと思っています。で、今日はすごい久々に、UAD プラグインで撮っています。AppleTwinX Quad に、これエレクトロボイス RE320 を直接自家差しして、はい。で、まあ、こういう感じで、ユニゾンで2分の1073を指しています。うん。まあ、改めて、アポロね、すごいなと思うし、まあ、面白いですよね。うん。UAD プラグインでも一流のね、マイクプリとか、チャンネルストリップとか、コンプとかを、まあ、試せる、っていうかあれか、エミュレートできるので、うん。まあ、そうですね。アポロはまあ、ストレートなマイクプリだと、うん、どうかなって感じあるんですけど、やっぱ UAD プラグインありきだと思うので、まあユニゾンでね、プラグインさせたり、あと、まあエフェクトで5段させるのかなっていうのもあって、面白いですよね。今は2V1073 だけ挿してて、他のコンプとか挿してないんですけども、十分楽しいですね。うん、で、僕、まあ、API とか、まあ、マンレーとか、SSL とか、ユニバーサルオーディオ、まあ、チャンネルストリップいろいろ持ってますし、マイクプリも、まあ、コンプもいろいろ買ってしまったので、多分何十万か使った気がするんですけど、うん、まあ久々に使ってみています。はい、まあそんなとこですかね。うん、
で今マイクスタンドはこっちからタマのでかいやつでこうやってるんですけど、うん、ただこうするとあのこうやってデスクに向かって解説したい時があって、まあ、その時にこう移動が面倒なのでここにねあの、ブームっていうのかな、こういう感じのスタンドがあって、ただちょっと今遠いんですよね。前までこの辺で喋ってたので、なのでこれを移動して使おうかなって感じですかね。そういう感じですかね。まあチャンネルストリップ移動してみたんですけどどうかな、操作しにくいかもしれないですね。ここモニターってこう向いてて大丈夫か、ちょっと一回やってみよう。うん、まああの表示とか見やすいですし、操作は写真ですけど、ただ腕が疲れるっていうね、ちょっとあのこういう感じで腕上げることになるので、まあ、この辺の方がいじりやすいけど、ただこの辺の低いところに置くとなんかメーターとか表示が見づらいんですよね、まあ、っていうのもあってちょっと悩ましいんですけど、まあこういう感じでいいかな。まあ今は置物みたいになっちゃってるんですけど、あのちゃんと使っていきたいので、うん、ちょっとケーブルの長さとか足りないので、その配線を見直してって感じですかね。で、うん、まあひとまずすっきりしたんですけど、でここのデジタルアートフレームが、まあ、撮ってもいいんですけど、なんか結構好きなので、置いてて、で、この辺にあったアートを、あ、杉本博さんの、モノクロのね、あの、海を写した、海を撮った写真のアートなんですけど、それどかして、まあ、このフレームドをここに持っていくか、うん、考え中なんですけど、ただね、結構重いし、今、あの、かけるところがなくて、フックがね、ついてないので、ちょっとなんか自分で工夫しないといけないんですけど、まあ、そういう感じですかね。というわけで、デスク環境の、撮影環境のアップデートのご報告でした。おっしゃいました。